半身、左脇腹痛のミエセスが2軍全体練習に合流。左脇腹痛で戦線離脱している阪神のヨハン・ミエセス外野手が18日、兵庫・鳴尾浜の2軍施設で行われた全体練習に合流した。ウォーミングアップから全メニューをこなして、フリー打撃では36スイング、左翼でノックにも参加した。患部の状態を慎重に見極めた上で、早ければ来週中にも実戦復帰できる見通し。一日一日、良くなっていると実感しながらできています。あとは試合の日を自分自身も楽しみにしています。と表情も明るかった。ミエセス2軍の全体練習復帰言われても、不運としか思えないわら。1軍でのギャルピースが見たいな。いてもいなくても戦力的には変わらない。現代版川藤さんだから。この人が今年覚醒してくれたら、希望的観測しておきます。ミエちゃんが復活したらきっとチームも明るくなる。頑張れ。やっと治ったのか。でも無理は絶対にしないように、慌てずに丁寧なバッティングで打つように心がけることですよ。みえちゃん主役ちゃうで。わら、新しい外国人野手を探した方が良い。打てんって。この地獄のヒンダの時期に怪我してるってのがな。わよ、帰っておいでよ。今チャンスやで。今年で終わりやろな。ミエセスもおいらんやろ。ミエセスがベンチにいないと首位争いができないよ。いるだけで何か勝てそう。ノイジーさんもそうだけど、ミエセスさんもストレート弾き返せないからね。みえちゃんの存在忘れそうになってた。頑張らないと主役どころか脇役も。代打で一発待ってるで。なんで起こしたのか。岡田監督はみえちゃんをどのように使おうとしているのか、本当に戦力として見ているのか。ゆっくり休んでいてください。みえちゃん一軍上がって岡田監督を笑わせてほしい。打てる外国人早く探してください。みえちゃんはムードメーカーだけ、打てる気しない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。